んこんにちは。今回はプリザーブドフラワーのアレンジメントで必ず使用するテクニック、バラの花で作るメリアについてレクチャーしていきたいと思います。メリアとはバラの花びらで大きな大輪を作るテクニックとなります。いろいろな、ね、方法やデザインがありますが、今回はスタンダードな大きさのバラを用いて基本的なアレンジに使用できる大きさのメリアをご紹介いたします。少しね、上級テクニックで練習が必要となりますが、今まで私がたくさん作ってきたメディアの中でもこの形が一番綺麗でアレンジしやすいなと思うものをご紹介しますので、ぜひこのテクニックを参考にアレンジメントの練習をしていただけたらと思います。では早速やっていきましょう。今回はスタンダードなバラを使用してメリアを作っていきます。こちらの2輪のメリアを広げて大きな、ね、綺麗な大輪を作りたいと思います。まずはですね、別の動画でご紹介してますクロスメソッドでバラにワイヤーをかけていきます。ワイヤーは2分の1でかけています。メリアにすることですごくね、お花が大きくなるのとアレンジメントが豪華になるので、私はほとんどのアレンジに必ずと言っていいほどバラをね、メリアにすることが多いです。で、いろいろな方法があるんですけれども、今回はグルーガンを使用した方法になりますね。ワイヤーをかけてフローラルテープを巻きました。普段はこのままアレンジメントで刺していくんですけれども、ここからこのお花を広げていきたいと思います。ではまずこちらのバラについている額を外していきます。で、外すときは途中から折れてしまわないようにグッと根元のとこからピッと取ってあげてください。で、この額は最終戻しますので、このまま並べて置いていきます。ここから花びらを取っていくんですけれども、外側のね、花びらから順番に取っていって、分かるように取った花びら順に並べていくようにしてください。根元からプチッと取ってあげてください。ね、上下も必ず分かるようにしておいてください。5枚ぐらい取ったらね、ちょっとこのつぼみの大きさを見て、まだね、ここ取って広げてもいいかなと思うんで、もうちょっと取りますね。真ん中の中心に来るお花がちょうどつぼみみたいな感じの形になるぐらいまで花びらをね、一度外してあげてください。これぐらいでいいかなと思います。お花によってね、花びらのついてる、枚数とかが変わってくるので、それはね、形とか大きさを見て自分で判断して剥がしていってください。注意してほしいのが、あまりね、剥がしすぎないようにしてください。目安はこれぐらいの形の中心を作るって感じですね。これ以上剥がしちゃうと中心の渦巻きがちょっと強調されてしまうので、これぐらいって思っておいてください。次にするのがここの根元ですね。ここにグルーガンをつけていきます。ここにグルーガンをしとかないと、ここから花びらがポロポロ取れてきちゃうので、必ず、花びら剥がし終わったらここをグルーガンで一旦止めてください。ぐるっと一周グルーガンで花びらが落ちないように止めてください。で、この中心に来るお花は一旦置いておきます。ペタッと置くとグルーついちゃうので立てて置くようにしてくださいね。この剥がした花びらを今から、カットしていきます。ここが一番外側で、こちらが一番内側の花びらになってます。
慣れてきたらこれまとめてカットしてもいいんですけど、慣れるまではこうやって並べて1枚ずつにカットした方が綺麗に仕上がるかなと思います。今からこの花びらをカットするんですが、この下のこの湾曲している部分、くるっとこうお花がくるっとここは湾曲しているんですけど、ここをまっすぐカットすることで花びらが少し外側にピッと開くような形に変わります。ここら辺ですね、ここをまっすぐカットしてみてください。この広がった形でひっつけていくことで花びらが広がっていってお花が大きくなるんですけど、カットしすぎちゃうと少しね見た目悪くなっちゃうんですよ。でカットしなさすぎると広がりが悪くなるので、ちょっと絶妙な位置なんですけど、このあたりって覚えてください。このぐらいを切ってください。何度も何度もメリアの練習してたら分かるようになってくるかなって思います。全部切っていきますね。これで全部カットしました。でこのカットしたこの下の部分は使わないので捨ててしまって大丈夫です。これで準備が整ったので、土台になるお花の周りに花びらを貼り付けていって大輪を作っていきます。どれぐらい広がるのかなっていうのを見てもらったらいいかなと思います。今回のね一番難しいポイントなんですけれども、グルーガンをこの下の部分にピッと塗ったらすぐにお花に貼り付けていきます。でこのすぐに貼り付けるっていうのがすごく難しいんですけど、だいたいねこの花びら、じゃあまずこの花びらをここら辺につけようかなっていうのをグルーガン塗る前にね決めてしまってください。それからグルーガンをつけてすぐにつけないと、グルーガンってすぐ固まっちゃうと思うんですけど、それがね遅すぎるとだんだんこのグルーガンのところが分厚いお花になってしまうんですね。なのですぐに貼り付けてペタンとこう密着している状態を作っていってください。今回のポイントはこの中心を取ってる花びらの脈です。この脈を基準に考えるようにしてください。この中心をどこに貼り付けるか、でグルーガンをつけた後は必ずまずこの中心のこの下の部分ですね、こう親指で押さえるようにしてください。グッとこれを押さえたらサイドを少し持ち上げた形で貼り付けてください。これをまっすぐ貼っちゃうとペタンとひっつくのでメリアになりません。このサイドを少し上に持ち上げた状態で貼り付けることでここがふわっと広がるんですね。そしてさらにですね高さです。上につけすぎてしまうと真ん中の中心のバラが中に沈んでいってしまいます。開花したお花は徐々に花びらが外側に下がっていくので、必ず貼り付ける花びらはこの中心のお花より下がってる位置に貼り付けるようにしてください。徐々に下がっていくというのが基本です。広がり方も徐々に広がっていくが基本です。なので最初から急にガバッと広げちゃうと少し変な形のメリアになってしまうので、少しずつ広がるというのを覚えててください。少しずつ広げていく、少しずつ下げていくっていうのを基本に覚えておいてください。口頭では難しいと思うので1枚目貼ってみたいと思います。で貼り付ける位置もね自分でここがいいかな、スタート位置ここがいいかなって思うところを決めて貼るようにしてください。この下の部分にスーッと一本線を引きます。そしてすぐに貼り付ける、中心を押さえて左右をクッと持ち上げます。で貼り付ける、今ここ1枚貼りました。少し広がっている。で1周目のところは最初のつぼみと高さ同じか少し下がるぐらいで大丈夫です。1枚目の花びらを貼りました。この次につけていく花びらの位置がすごく重要になるので、こちら注意してよく見てください。
私の個人的に一番綺麗だと思ってる位置で説明するんですけども、まっすぐにカットした花びらと、まあ、ここ湾曲していると思うんですけど、ここを縦に繋いだこのラインですね、ここに次の花び春花びらですね、花びらのこの中心の脈、これがだいたい重なる位置に貼ってください。こっちにずれすぎててもこっちに寄りすぎててもバランスが悪いです。まっすぐグルーガンつけて、だいたいここら辺高さよく見て真ん中を押さえて外側を少し膨らますと、こう貼って次こう貼ってますね。なので次の花びらはこの今貼った花びらのこの端っこまっすぐのラインに中心の脈が来る位置で貼ってください。このあたりかな。これが1枚目、これが2枚目、これ3枚目です。で下はこんな感じですね、重なってます。グルーガンをここに下に出してからすぐに貼り付けることでここが密着して綺麗なんですけど、これ時間がかかっちゃうとグルーが固まってしまうのでひっつかなかったり、ここがプカプカと浮いてしまってこっちから見た時にねすごく隙間ができてしまったりするので、そこを要注意してください。次はこの辺ですね、この辺に貼り付けたらちょうど一周きたかなっていう感じです。はい、これで4枚貼りました。 1,2,3,4 枚貼って少しね膨らみをつけました。そして残り3枚しかないんですけど、少し下げてさらにこちらの最初につけた膨らみよりも大きめの膨らみで、貼り付けていきます。この端っこのここのまっすぐのラインぐらいですね、ここに中心の脈が来るように貼ります。2周目に入るので少しお花下げるように意識してください。本当にね少しでいいですよ。はい、これ貼りました。少し大きめに広げて高さもちょっと下げてます。少し下の方に下げてつけているのでここがねちょっと高さが出てきます。柄によってもね花びらの数が違うので、メリアにしてみてすごくね豪華になったっていうバラもあるので、それもね花びらの数多そうなバラを選んで広げてあげるっていうのもいいかもしれないです。でね、最後の1枚はバランスのいいところに貼ってあげていいと思います。で今回は順番通りに重ねて貼ったんですけど、最後の1枚どうしてもこっちにあった方が形が綺麗だなと思う場合はそっちにずらしてあげていいと思います。はい、ということで今ね、花びらを一度外してそれをカットして貼り付け直すっていう作業をしました。で、まっすぐになっていたバラが少しポカッと開花したような形になっています。で、最後ですね、好みっていいと思うんですけど、どうしても額戻したいよっていう人は少しだけね下カットしてあげて、こんな風にあんまりね目立たないんですよ、この額をつけても。あとつけてしまうことによってせっかく広げたメリアがキュッと戻ってしまう可能性もあるので、横からね、お花が見えやすいアレンジの場合は額を戻してあげてもいいかなと思います。で、額もねここの根元のところにグルーつけて、でもちょっとこのね下のところにつけて戻していってあげてください。バランスよく戻してあげたらいいかなと思います。you
はい、ということでこちら広げて、あ、やっぱりね、下から額ちょっと見えてるの可愛いですね、ここ、うん、戻してあげてもすごくいいと思います。横から見るとこんな感じです。ではね、最初のバラとどれぐらい変わったかっていうところ見てもらいますね。こちらが最初のスタンダードな形のバラですね。これが今メリアをしたバラです。こう見ても分かる通り、かなりね豪華になります。華やかなねお花のお顔に変わるので、私はね結構必ずと言っていいほどメリアをすることが多いです。この状態からアレンジメントをすることで、よりね豪華なアレンジを作ったりとか、豪華なね、コサージュ作ったりとかできるかなと思うので、こちらのねテクニック必ず習得してもらえたらいいなと思います。難しいので練習必要かなと思うんですけど、ポイントは花びらをめくりすぎない。花びらをつけていくときは徐々に広がる、徐々に下がるを意識する。あとは重なっていく部分の位置ですね。最初に貼った花びらの次につけていく花びらの位置を注意してください。離れすぎたりとか重なりすぎると綺麗なねバラのお花の形にならないので、この基準を守って一度ね練習してみてください。次はですね、こちらは解説なしでそのまま開花していきますので、復習も兼ねてですね、手元の方を見ていてください。これぐらいのつぼみでやっていきます。これは乾かしますね。ちょっと慣れてきたらこれを重ねて、まっすぐカットしちゃってもいいです。これ最後の1枚なんですけど、微調整は自分で決めて好きな形にしてください。額もね戻していきます。でこの花びらが多くなればなるほどすごく形を作るのが難しくなってきます。今回はねこのように枚数が結構少なめのバラをスタンダードの大きさぐらいで広げたものをご紹介しました。こんな感じになりました。すごくね綺麗ですね。横から見たらこんな感じです。外側の花びらを下げていくことでより自然なね開花したバラに見えるので、ここら辺のねポイントをしっかり押さえてください。はい、というわけで今回はスタンダードのメリアのご紹介でした。でこちらのねメリアしたお花を使って、次は
コサージュを作りたいなと思います。入学シーズンとかですね、結婚式だったりとか、いろいろなシーンで使用できるコサージュをご紹介します。結婚式の時にですね、新郎様のお胸のところにね、つけるブートニアっていうものがあったりとか、いろんな形があるんですけれども、一つずつ詳しくね、わかりやすく説明していきたいなと思いますので、次回動画楽しみにしていてください。はい、では今日のレクチャー終わります。さよなら。